ビッグバンブレーダーズ。それはベイブレードナンバーワンチームを決める史上空前最大規模の世界大会である。強い絆とブレーダーの名誉をかけ、目指せ最強、勝ち抜けバトル。これはベイブレードに全てをかけた熱きブレーダーたちの物語である。トナカイもずーっと同じ景色じゃんか。なあ、もうリープになったら2回戦の会場に来てんだよ。心配しなくても明日の昼には着くさ。それまでずーっと森とトナカイか。くそ、早くバトりたいぜ。ロシアチームとの2回戦チーム…なんだっけ。ライ…ラベ…ラマ…ラブーシカだ。お、そう、それそれ。一体どんな奴らなんだ。なに、どんな相手だってどんと来いだぜ。油断は禁物だ。世界には俺たちの知らない強いブレーダーがたくさんいる。ユーロのシーザーのようにな。あ、ジュリアス・シーザー、右回転も左回転もできるベイなんて反則もんだぜ。デザートサンダーの仇はこの政宗様が取ってやら。そのためにもまずは2回戦を突破しなきゃな。絶対に勝とうぜ。あ、ねえねえ、そこでちょっと相談なんだけどさ。あ、なんだ。次の試合誰か僕と代わってよ。え、僕もそろそろ世界大会でバトルしたいんだ。お前が代わってやれよ、銀河。え、俺チームメイトだろ。ユウがかわいそうだと思わねえのか。そうだそうだ。じゃあお前が代わってやれよ。絶対やだ。お前ら、お願いだよ、ギンギン、マサムネ、翼でもいいよ。ああ、考えておく。え、ほんと、やったー。翼、俺は勝ちたい、勝つんだ。あれは、あの感覚は、またバトルであれが起こってしまったら。あれ、そういやマドカは？さっき飲み物買いに出て行ったよ。美しい、本当に綺麗だ。ええ、実に見事だ、このモバイル。嬉しい、世界に一つのハンドメイドよ。先ほ
とはぶつかってしまって申し訳ありませんでした。ううん、私の方こそぼんやりしてたから。それにしても美しいフォルムだ。チタンボディに両 MPU が2つ。あ、 SSD か。その通りよ、アレクセイ君。こんなに話の合う人初めて。いやアレクセイ君は科学者だって言ってたけど、何の研究をしてるの？ SK 宇宙訓練センターで宇宙科学について研究しています。すごい、ロシアで最先端の施設で。素敵。ねえアレクセイ君、質問してもいいかしら。超ひも理論についてなんだけど。いいですよ。そもそもアインシュタインの一般相対性理論は、重力が大きいマクロの世界は正しく記述できたのですが、原子や分子のミクロの世界ではその現象を記述することが難しかったのです。なるほど。それでどうしたの二人とも。なかなか戻ってこないからさ、迷子になったのかと心配してたんだぞ。列車の中で迷子になるわけないでしょ。ん、あ、こちらアレクセイ君。すっごいいろんなことを知ってるのよ。マドカさんの旅のお仲間、ブレーダーなんですって。はじめまして、アレクセイです。よろしくお願いします。おう、よろしくな。よろしく。うん、よろしく。すげえ楽しそうに何話してたんだ。超ひも理論について教えてもらってたのよ。超ひも？ええ、アインシュタインの一般相対性理論では。アインシュタイン？一本のソーセージがいろりに。もういいところなんだから邪魔しないで。アレクセイ君、続きを聞かせて。ええ、マクロとミクロ2つの理論を合理的に統一を図ろうとするのが超ひも理論です。そうなんだ。ご注文は？オレスタピロシキ大盛りで。ちょんごめん、超もう食えねえ。僕も出たいよ、世界大会。はあ、アレクセイ君の話面白かったな。明日も話せるかな。入りたまえ。チームガンガンギャラクシーのデータは手に入れたのですか？いえ、まだです。もう少し私の役に立ってもらわないと困りますね。あなたも勝ちたいのでしょ、アレクセイ君。はい。勝って夢を叶えたければ、日本チームのデータを手に入れることです。それが勝利への近道。どんな勝ち方でも勝てばいいのです。バラは黒くてもバラですよ。わかっています。ロシアの勝利のため、必ず手に入れてきます。しまうぜこれじゃって、あ、俺の毛布、こいつか。そうだ、そうだ、これで体を温めようぜ。なんで僕まで。銀河らしいかな。マルシチおかわり。あ、いつまで寝てんだ。返せ俺の毛布。サミリー。よーし、行くぞ。3、2、1。アクイラン、リブラン、ユニコンロ、ペガセス、いけー。寒さなんかあっという間にどこかに吹っ飛んじゃったわね。ねえねえ、みんなに勝ったらロシア製は僕を出してくれる。考えておくわ。やったーって、お前が決めんのかよ。あれはいいぜ。ん、なぜなら負けねえからだ。あ、そう。お、お、本気でやってよ翼。そんなんで勝っても嬉しくない。すまん。どうしたの翼、元気ないみたいだけど。うわー、宇宙人。いや、宇宙服だ。うわ、びっくりさせて。驚かせてすまない。って言ってるのよ。ノワグマはシャイなの。だから恥ずかしくてヘルメットかぶったままなのよ。しかも小声だし。あんたたち耳を澄ませてちゃんと聞きなさいよ。き、
急に言われても、なんだこいつら。あ、ごちゃごちゃ言ってないで構えなさい。私たちと勝負よ。え、ドーラ、かっこいい。いけませんよ、ドーラ。皆さん困っているじゃありませんか。アレクセイ君、またお会いしましたね。この二人はノワグマとドーラ、 SK 宇宙訓練センターの研究仲間です。そうだったんだ。僕たちは宇宙研究の一環でベイブレードを使っているんです。宇宙研究でベイブレード？ええ、地球も太陽系も銀河系も全てが回転しています。なぜ回転しているのか、その秘密がベイブレードにある、そう考えているんです。すごい。ということで勝負よ、あんたたち。よかったら少しお相手していただけませんか。おお、いいぜ。最初は誰だ。ちょっと待って、 あっちは3人でこっちは4人じゃん。ああ、そうか。俺はやめておくよ。え、翼、明日の試合に備えてアクイラを休ませておきたいからな。お、あいつ本当にどこか悪いのかな。とにかく勝負だ、勝負。え、その、まずはノワグマがやるって言ってんの。よし、それじゃこっちは俺が行くぞ。なあ、ずるいぞ、銀河。よろしくお願いします。あれはロックオルソ、攻撃力に要注意ね。よし、3、2、1、ゴーチュー。おっと、やるじゃねえか。突然で。え、いいのよ、銀河たちも楽しんでるし。それはそうと、モバイルの調子はどうです？もう一度よく見せてくれませんか。え、ええ、どうぞ。ありがとう。行くぜ、テーゼ。ダメよ、列車の天井に穴開けるつもり。お、そっか、そうだね、銀河、少しは考えろよ。うっせえ。それなら悪魔のパワーをものともしないとは。さあ次は僕が。俺が行くぞ。ずいぶん大変そうなプレーだね。なんだと。いいわ、相手してあげる。今度はロックエスコルピオ。防御は硬そうだな、けどユニコルノなら楽勝だぜ。やれるものならやってみなさい。行くぜ、3、2、1、ですか。どうしたの、アレクセイ君。まどかさん、あの高速度不変の法則に興味はありませんか。あるある、教えて。光の速さは秒速29,792.458km。 この数字はどこでどのような環境下で計測しても同じだという結論です。うんうん。例えば時速50キロで走る車から時速50キロで正面から走ってくる車を見ると時速100キロで走ってくるように見えます。しかしまだか。場合はこれに当てはまらないのです。不思議ね。ユニコンの自然の一戦。どうだ。わざと負けてあげたんだからね。あったわあった。さて、次は僕の番ですね。まどかさん、これ、どうも。あ、ごめん、忘れてた。いいえ。やっと僕の番だ。お手柔らかにお願いします。僕のベイはこれです。アレクセイ君のベイ、ボルフなんだ。いくよ。
いやー、負けてしまいました。強いですね。もう終わり？つまんない、つまんない、つまんない。楽しかったです。どうもありがとう。皆さん、世界大会楽しみにしています。ではまた。ねえ、僕まだ何もやってないんだけど。アレクセイ君、まあ3連勝したしいいんじゃねえの。そうそう。風邪ひいたから。あんな奴ら簡単にやっつけられるのに、どうして。ドーラ、今回の目的は勝つことではありません。でも彼らのデータは手に入れました。僕たちは確実に勝たなくてはならないんです。そう、どんな手を使っても。それが夢を叶えるため。やればできるじゃないですか。これで君たちは勝利に一歩近づきました。それで向こうのチームはどうでした？大鳥翼は調子が悪そうでした。一回戦でも負けていますしね。彼は私たちの敵ではないでしょう。角谷正宗は何も考えてなさそうだったわ。なるほど。となるとやはり一番注意しなければならないのは鋼銀河。彼はバトルブレーダーズのチャンピオン。実力に疑問を挟む余地はありません。しかし心配は無用です。なぜなら彼が試合に出ることはないからです。どういうことですか？私に任せておきなさい。どのような勝ち方でも勝てばいいのです。バラは散ってもバラですよ。アレクセイ、本当に良かったの？敵のデータを盗むなんて。いいわけありません。ですが僕たちには夢があります。どうしても叶えたい夢が。宇宙へ行くという私たちの夢。そのためには何としてもビッグバンブレーダーズに優勝しなくてはならないのです。どんなに後ろめたくとも僕たちが勝つためには必要なことなのです。何？ドワグマもそうだって言ってるわ。なんかいい匂い。さよなら銀河君。私の作戦は大成功。これで銀河君は試合に出ることができなくなりました。お腹空いた。食堂車で何か買ってこようかな。銀河！マサムネ！なんで向こうの列車に？しかもハンバーガー食ってるし。あ、さっきなんかいい匂いがしてたわ。匂いなんかしなかったぞ。風邪ひいて鼻詰まってるでしょ。わあ、マサムネ！行っちゃった。どうしよう。どうしようってどうすんだ。まだか。 WBBA と連絡はついたのか。あ、うん。本部で正宗の行方を探してくれるって。ったく世話の焼ける。本当だよね。このままじゃ僕が試合に出るしかないじゃんか。なんか嬉しそうだな、ユウ。やだな、こんなに心配してるのに。お待ちしておりました。チームガンガンギャラクシーの皆さん、私はロシアチームラブーシュカのマネージャープーテンと申します。ロシアチームの？はい、
慣れない土地に来た皆さんをご案内って。あれ？あ、どうかしました？あ、いや、別に。なぜ鋼銀河がここに、しかも角谷正宗の姿がないということを。まあいいでしょう。少し予定を変更すればいいだけのこと。あので、では早速スタジアムへご案内しましょう。こちらへ行こうぜ、まどか。あ、うん。もう一度会いたかったな、アレクセイ君。おい、まどか。今行く。ここがスタジアムです。おお、ここが2回戦の会場か。見てるだけで燃えてくるぜ。ギンギン風邪ひいちゃった？うん、大丈夫大丈夫。試合が始まるまでまだ時間があります。どうでしょう、温かい食事でも。はい、やったー。とその前に、え、ロシアチームラブーシュカのメンバーを紹介しておきましょう。おお、またお会いしましたね、アレクセイ君。あいつらロシアチームだったのか。なんで黙ってたんだ。あ、いや、そんな。すみません、皆さんを驚かせようと思いまして。ちょっとしたサプライズよ、アレクセイ君。でも俺は今どこにいるんだ。数えきれない声、空に鳴り響く大空を越えてゆけ。流した涙を忘れはしないよ。一歩一歩前に進むのは君がそばにいるから。歓声の中目を開き君を思う。流した涙のことを恐れずに力強く走ってゆく、yeah、決戦の笛が今空に鳴り響くさ。俺たちが最高のゲームにしよう。何度も何度でも夢を見てゆこう。それぞれが叶えていく大空を越えてゆけ。ビッグバンブレーダーズ2回戦の始まりだ。ってこんな大事な時に一体正宗はどこ行った。仕方ねえ、ここは俺が先鋒を買って出るぜ。急遽第1試合に出たのはいいけれど。え、何、まさかこれじゃペガシスの必殺戦技スターゲイザーが使えねえ。次回壮絶金網デスマッチにゴー。